よ、最後の。最後なんて本当かな。もしかしたら営業してたりして。お待たせしました。ガトーショコラです。じゃじゃん。カフェモカです。あ、間違った。カフェラテです。モカお隣でした。最後だから緊張してます。急に回されて緊張してます。ちょっと待ってて、そのままいて。みゆきさん目あげて。これを機に。みゆき。めっちゃ取られてる。まあ最後にちょこんとちょこんといい感じ、ちょこんとのテーマソングを歌って、クロージングにしたいんですけれども、まあ歌を歌うだけでは寂しいので。お二人に一言ご挨拶をお願いします。最初は藤野さん。はいはいご挨拶、皆さん遅くまで残っていただいて本当にありがとうございます。大丈夫、うちはカレー屋さんだから。閉店するにあたってすごく複雑な思いで、全員の皆様に理解していただくのはちょっと難しいことだったかもしれないんですけど、こんなに小さいお店でもたくさんの方に愛していただけて、最終日もこんなに集まってくださって本当に嬉しく思っています。今回の閉店は次のステップに向けての閉店で、すごく寂しい思いもあるんですけど、皆さんにいただいた笑顔を持って私はまた次のお店をやりたいと思っているので、またその時はご報告をさせてください。本当にたくさんの方に集まっていただいて、3年と1ヶ月と15日続けられて本当に幸せでした。ありがとうございました。そして工藤さん、お願いします。もう本当に店主 B さんが言ってくれたんですけど、私たち3年続けられればいいなっていうぐらいの気持ちで始めて、3年と1ヶ月と15日っていう区切りになりましたけど、閉店するタイミングは2人で何度も何度も相談して何度も何度も延期してここまで来たんです。本当はそれでなんかやっぱりお互いやっている中で次にやりたいこととか、これから自分が長い人生をどう過ごしていくかっていうことが明確に見えてきて、これから2人がもっと発展するためにこの年内でいろいろ片付け終われるようにこういうタイミングになりました。皆さんに本当にちゃんとどうやって伝えようかってこともすごく悩んで、文章も一生懸命考えて、それでもなんか全然伝わらなくって、ギリギリに知って駆け込んで何度も何度も毎日毎日帰ってくださった方も本当にたくさんいて、
このタイミングが良かったのかどうかは分からないですけど、最後にこんなに集まっていただいて、こんな大々的なセレモニーになって、いやどうしようって思ってます。本当になんか私たちは自分たちが好きなようにやってきただけで、皆さんにこんなに良くしてもらって本当に感謝しかないです。今までありがとうございました。でこれからはいただいた分を返していけるような、もっと一回り成長した人間になれるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではうっす曇り晴れた午後のひと休み、ちょこんとした憂鬱をやり過ごす。遠くばかり見ても足元だけ見てもつまずきそうになるよ時々。もちもちふふふナポリタン、とろとろハハハオムライス。寂しい人もウェルカム、それもまた人生。ちょこんとした良い知らせ待ちましょう。友達と来ても一人きりでいても心が軽くなる。ちょこんとお日様乗せたロコモコ、変わらない味がホットサンド。はい、ちょこんと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 いい感じ、ちょこんと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 いい二人。もちもちふふふナポリタン、とろとろハハハオムライス。友達と来ても一人きりでいても心が軽くなる。ちょこんと友達と来ても一人きりでいても心が晴れてくる。ちょこんとちょこんとちょこんと、ヘイ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあぜひあれを。本当ですか？嘘でしょ。何何？本当にあれ。ぜひぜひ笑って終わろうよ。うん。何か見つか。下に何か敷く。お盆かなと。お盆かなと。あ、お盆使わなきゃいけない。皆さんご存知なんですか？山口も桃江。わかります。あ、そうなんだ。じゃあ私がわかんないだけですね。本当ですか？僕知らない。そう、わかんないな。セリフ…普通の女の子のセリフは…キャンディーちゃんですか？混ぜろっていう話ですよね。え、もう結構歌って、結構歌って。例のセリフです。例のセリフを、はい、せーの私たち普通の女の子に戻ります。違うやじゃあ皆さん右手をほっぺたの横に、二人に向かってせーのっていうので、お疲れ様でしたって言ってください。はい、
じゃあ2人はカメラ目線でお願いします。あ、大丈夫。右だよ、右だよ、こっち。前は前は左だよ、そこ。あ、いたんだ。おお。前、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 前。なんで僕の名前に周りが知ってんの？知ってるよ。君の名前はその男の中で有名だよ。何を言っているんだよ。だからはい、じゃあ皆さん手を二人に向かって、あなたたちは聞く方よ。笑顔でよろしくお願いしますね。はい、じゃあ行きましょう。せーの、お疲れ様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。3年間お疲れ様でした。どうですか？あの、すいません、ちょっとこんな馬鹿げたセレモニーに付き合っていただいて。いや、お疲れ様でした、朝から。はい、ここ1ヶ月くらいはかなり忙しかったんじゃないでしょうか？そうですね、はい、なんとか15日になりましたけど、はい、今のお気持ちはどうでしょうか？今は別に、とりあえずちゃんと無事に終われてよかったです。お疲れ様でした。ありがとうございました。こんにちは、長野インターネット鈴木と申します。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。今、立派なこうセレモニーが終わりまして、感動の涙と言いますか。どんな涙だったんでしょうか？3年間のいろいろ思うところもあって、感謝の涙が。まあ、ちょこんとカフェを最初作った時のその気持ちというのは、まあ、達成できたんでしょうか？ああ、もう、あの、そうですね、まだ続くので、これからも同じ気持ちで頑張ります。そのカフェというか、ギャラリー作りたいと思ってるんでしょうか？まあ、皆さんに気軽に来ていただける場所っていうのはちょこんとのコンセプトと変わりないので、そこにギャラリーを併設した感じで、芸術とお食事できる場所と一緒にできた温かい空間作りをしたいと思っています。次のステップで頑張ってください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。